んまに気持ちいい。ちょっと高音機かけようか。あ、マジですか。おお、そんなでかかるの。そう、調子いいから。調子いいから。うん、イエーイ。うわー、すげえ。いや、結構硬い感じする。すごいね。で、こう溝掘ろう。溝、水、溝、手で溝掘るのがめんどいけ、はい、買ったのよ、僕これ。かっこいい。あ、それもつける、変えれるんだ。そう、面白い。これで掘ってくれんねん。マジっすか。不思議やねん。すごー、うわー、すごい溝掘ってる。硬い、ここ。すげー。簡単っしょ。わお。これ本坊さん、幸運期なかった時どうしてたんですか。こうやってずっと、こうやって。マジで。そう、この畝2本ぐらいしか1日でできへんかった。そう、きつかった。マジで。こんなもう30分もかかってないですよ。そう、だからもうすごい余裕。幸運期のおかげで。幸運期が幸運をもたらしてくれた言うて。この後大したもんですわ。あ、何してんの。でこの辺で掘ってくれるかい。ここね。うん、いいですね。そういうことです。ほんでモリモリになったやつはこと真ん中の方に入れちゃってくれる。こっちに。うん、そうです。風逆の。そうやな、勘がいいですね、やっぱ。はいはい、そういうこと、そういうこと。あ、うまいかも。うまいかも。うん、でちょっとね、ここをね、まあ、綺麗けどちょっとこことか低いで、はい、村で野球部やったやろ。はい、トンボかけてほしいわけ。なるほど。いや、補欠長かったんでね、トンボよくさせてもらいました。これやると、うん、あの水たまりができにくくて、うん、ちょっと鳴らしてもうて。ここの上を。うん、やってたね、野球平らに。そう、あ、うまい。そう、そこが低いべ。低いべ。石ころがちょっと硬いかな。1年1年声出せ。YouTube で見れるのはここまで。続きはクリオンジクラブをご覧ください。詳しくは概要欄をご覧ください。ユセグループやないから。